かぼちゃの収穫時期は6月から9月です。だいたい受粉してから40日から50日後が収穫となります。ただし、収穫時期は種類や品種によっても異なるので、かぼちゃの種や苗を購入した時に付属している説明書きに書かれている収穫日数を参考にしましょう。また、日数で収穫時期を計算して収穫すると、まだ熟してない可能性もあります。かぼちゃの収穫してからの保管方法について、かぼちゃの保管場所の温度は10から15度が理想です。しかし、夏の間のみ20度前後の場所でも長期保存ができます。収穫後に30度以上の高温が続くと腐敗が進んでしまうことがあるので、その場合は夏の間、冷蔵保存で暑さに当てないようにすることがおすすめです。かぼちゃは収穫してすぐには食べない方がいいです。野菜は取れたての新鮮が最も美味しいというイメージがありますが、取れたてのかぼちゃは実は水分が多く、糖の量も少ないため甘みがあまり感じられません。そのため、かぼちゃは収穫後、2週間から4週間ほど、切り口を乾燥させ、追熟をさせます。この処理を行うことで、でんぷんが糖に変わり、甘みが増して美味しくなります。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。